舞台は古いあるアパート。僕は兄貴と二人兄弟だった。僕は兄貴っ子で、小学生の頃から兄貴について回って遊んでもらっていた。その当時、兄貴のお友達の A 君がそのアパートに住んでいた。アパートは13階建てで、有名デザイナーが建築したと言われているだけあって、古いながらも存在感を放っていた。A 君は4階に住んでいて、僕と兄貴はよく家で遊ばせてもらっていた。共働きの A 君のご両親は、心よく家を開放してくれたが、ただ一つ、最上階には行くな、とだけ言われていた。ここで、そのアパートの構造について少し説明をします。アパートの各階の廊下と部屋のドアは外から見えるようになっている。いわゆる団地のアパートと同じ。外から廊下を歩いている人や部屋に入る人が見えますよね。ただし、13階、つまり最上階のフロアは壁に覆われていて、外からは見えないようになっている。この話をするにあたって、それほど重要なことではないんだけど、とにかく13階は外からは伺えない。階段とエレベーターは一つだけで、建物の中央にあった。当時は世間でオカルトが流行っていたこともあり、入ってはいけない13階というのは僕たちの心を強く捉えた。兄貴が A 君に最上階には何があるのかと聞くと、A 君も知らないようだった。ただ、行ったらいけないと親に言われているから、倉庫か何かかもしれないと言っていた。兄貴が行ってみようと A 君を誘っても、A 君は絶対嫌だと断った。他の住人もいるのだから、親にバレてしまうと。しかし、どうしても行ってみたいという兄貴に負けて、12階から様子を見るだけなら、ということになった。早速行ってみようというところで、A 君が階段を登り始めた。兄貴が、おい、12階だろ？エレベーター使わないの？と聞くと A 君は、いや、エレベーターは嫌だ。どうしてもって言うなら、お前たちはエレベーター使っていけばいいよ。俺は階段で行く。そう答えた。かなりの疑問だったけど、僕と兄貴だけでエレベーターを使うことになった。エレベーターが来て、乗ってみて、ようやくわかった。これは使いたくない。エレベーターは、大人が4人しか乗れないほど狭くて、中は真っ暗だったのだ。電気が切れたままにしてあった。かなり気味が悪い。しかし、怖がるのも恥ずかしかったので、兄弟二人で強がりながらエレベーターに乗った。一歩踏み込んだ瞬間、猛烈な匂いが鼻を刺した。薬品系と生臭さが混ざったような匂いだった。ドアが閉まって、12階のボタンを押すと、ガタンと一度下に落ちた後、うーん、と上へ上がっていった。あれほど揺れるエレベーターには乗ったことがない。明かりがないので、途中真っ暗になる時間があって、とても怖かった。12階に到着するときも、ガタンと大きく揺れた。12階で待っていた A 君は笑いながら、な、使いたくないだろ？と言っていた。よし、こっから階段だな。
階段を進んで踊り場に出て曲がると13階の入り口が見える。13階の入り口はベニヤ板で封鎖されていた。なぜか鳥肌が立った。細部まで見てみるとボンドのようなもので細かい隅まで埋められていた。 A 君がこんな感じだからさ、13階の入り口はエレベーターだけなんだろうな、と言った。何のための板なんだ？気味悪いな。しばらくその場で話していると、13階の方から、コン、コン。明らかに音が聞こえた。しかし、その音を聞いたのは僕だけだったようで、話し込んでいる二人には聞こえていないようだった。僕は二人にそれを伝えようとしたが、当時小学一年生だったので、信じてもらえないだろうとも思った。ただ、この場からすぐにでも離れたかったので、ねえ、部屋に戻ってゲームの続きやろうよ、とダダをこねて、その場を立ち去ることに成功した。踊り場から12階に戻る際、ドンと音がしたのは全員気がついていたと思う。ただその時は誰もが気がつかないふりをしていた。その日はこれで終了。以下は兄から聞いた話。また別の日、二人は遊んでいた。開校記念日か何かで、平日の朝からずっと二人でゲームをしていたそうだ。いい加減ゲームにも飽きてきて、これからどうするかと話していたとき、A 君が、13階のことなんだけどさ、あれ物置じゃないんだって。親に聞いてみたんだけど、入居するとき管理人から13階は立ち入り禁止って言われたそうだよ。まあ雰囲気でなんか察したのかな。親は特に追求しなかったみたい。へえ。違うゲームで気を紛らわすも、もうどうにも暇で仕方がなくなった。そうして二人は13階に入ることにしたのだ。兄貴が A 君に、そういえばさ、エレベーターが13階に止まるの見たことある？と聞いてみると A 君は、うん、ある。気になって降りてくる人を見ようと思ったんだけど、誰もいなかった。そう答えた。まあ、それは別に不思議でもねえけどな。エレベーターが来たので、二人は乗り込んだ。4階、5階、6階、7階。暗い、明るい、暗い、明るい。それを繰り返して上がっていく。そして13階。最上階は真っ暗だった。ドアが開いてやっと着いたのだと分かった。それまでぼーっとしていた二人は13階へ足を踏み入れた。目も慣れてきてあたりを見回してみると、ドアが二つあるので部屋数は2だと分かった。A 君が、この階だけ暗いのは壁に囲まれてるからか、とつぶやいた。すると背後から、女性の笑い声が聞こえてきた。兄貴は全身から血の気が引くという体験を初めてしたそうだ。とっさに振り返ると、全身真っ白い服を着た女の人が立っていた。体つきは細く、髪の毛は胸まで伸びていて、口は横に開いて笑っていた。完全にやばいと一目で分かった。兄貴が、こんにちは、
と声をかけると、女がひたひたとこちらへ近づいてきた。A 君と兄貴は手をつないで震えていた。ねえ。腹に力を入れてない声で女がこう言った。ねえ、私の部屋来ない？え、部屋って。楽しいよ。いいです。また今度ってことで。今度？はい、また今度で。兄貴が答え終わると、女はバッと顔を上げ、目を見開いて。今度っていつ？いつなのよ。兄貴と友人は悲鳴を上げ、急いでエレベーターへ逃げ込み、閉めるボタンをバンバン押した。女は奇声を上げて、こちらを睨んでいる。女の表情は怖すぎて、目を離したくても話すことができなかった。その後は急いでアパートから逃げ、僕たち兄弟の家に駆け込んできた。A 君はその日、うちに泊まった。この話は、そんな出来事があった数ヶ月後に、兄貴が話してくれたんだが、当時兄貴たちは僕をいじめるのにハマっていて、最上階には全身針が刺さった男がいるとか、喋る猫がいるとか、そんな嘘を吹き込まれていたので、当然この話も嘘だと思っていた。だが今から2年前、大人になった僕たちが思い出話に花を咲かせていると、兄貴が、そういや、あの女の人何だったんだろうな、とつぶやいていて、本当の話だったのかと震え上がった。今もその建物はあるし、ベニヤ板もそのままになっている。エレベーターだけは綺麗になっているようだが、一体あの建物、というかあの建物の13階は何なんだろう。